フジテレビアナウンサーズマガジン、アナマガ。アナウンサーの情報をさまざまなコンテンツで発信しているアナマガ。中でも FOD では800本を超えるアナウンサーの動画コンテンツを配信しています。そこで今回は FOD でしか見ることができない、初々しさ満点、入社間もないアナウンサーたちの姿をちょこっとだけお見せします。スポーツ実況からバラエティ番組と幅広く活躍している藤井弘輝アナウンサー。アナウンス室の貴重なツッコミ役、生田アナから声が大きいと表彰もされた藤井アナ。ボンジョルノ。最近では自分の色を前面に出し番組を盛り上げてくれますが、1年目はまさに別人でした。藤井弘輝です。誰からも愛されるアナウンサーを目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。自分の思っていることだったりとか、伝えなきゃいけない情報を伝えて、それをみんなが理解するっていうのは本当にすごいことだなっていうのを思って、その時からなんとなくアナウンサーってかっこいいなと思ってました。ボンジョルノ。今とは違ってすごく控えめ。この年アナマガでは27時間テレビの提供読みをする新人アナたちに密着。 FMS 27時間テレビは、そこでは思わず涙する場面も。やっとフジテレビのアナウンサーに本当の意味でなったなという、自分の中でそういう意識がありますね。